僕の武器は声です。僕にとっての歌はこっからパッと出せるものだと思ってて、高校生の時に交通事故に遭ってしまって、1週間精神の不調をさまよって、それで精神的にちょっとグッと下がった後の高校を一回そこから辞めたって感じです。高校を中退してから北海道の山奥に住んで、ひたすら音楽を毎日やって、6年間ずっと声からすつもりでずっと歌ってました。6年間山にこもって何が変わりました？自分に自信が持てたこと。夢は歌手になることなので、全力のパフォーマンスをしたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前をお聞かせください。松尾龍平と言います、うん、声大丈夫かな。一番聞いてほしい方とかっていうのはいらっしゃったりするんですか？奥さんの中の中に今赤ちゃんがいて、その男の子がいるんですけど、男の子に届いたらなと思って、うんうん、ありがとうございました。それではお願いします。正直途中で脳を押そうかなって思ったんですよ。随分ピッチが不安定だなっていう印象でした。ただ、まあ、ハイレンジの声ってすごいいいもの持ってると思うんですね、僕は。ただ気持ちを掴んだ上でそこに持っていけるともっといいんじゃないのかなっていうのが正直な感想です。はい、では
ジャッジの方に入らせていただきますが、まあ、正直言うともっとぶち抜くぐらいの何か、多分テクニックとかではなくてちょっと気持ちを込めるっていうものが伝わってくればなんか打ち抜かれたかなと。ですのでこれからもっともっと歌と向き合う時間を作ってもらったらいいのかなと思います。ノーベ、もう本当歌声も素敵だったので私はイエスです。声は本当に良かったと思います、うん、まあでも、ノーです。またチャレンジしてほしいなと思います。ね、ノーです。またチャレンジしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、ご主人の歌、袖で聴いてましたけど。すごい涙が出そうになって、ね、よかったです。いや本当にお腹の赤ちゃんには絶対もうしっかり届いてますから。届いてますね。